今日も剣の基本法の、組み合わせの動作をさせていただきます。前に、刺剣とか反了剣の単品の動作を説明させていただきました。今日は刺剣と反了剣の組み合わせを説明させていただきます。早速ですが一回見てください。まず刺剣反了回して、はい、一回横から見てください。刺剑将他不反了回して功夫反了。はい、難しいですか。もう一回正面から見てください。直刺下から反了交叉步回して次弓步反了。もう一回横から見てください。はい、高さ。はい、この動作は直刺、縦の直刺と下半身加えて交叉步。次、反了、逆の了剣の動作。次、回して。ここに一旦回して、次弓步の右弓步の反了剣っていう動作の組み合わせです。はい、もう一回後ろから見てください。はい、もう一回正面から見てください。直刺反了回して弓步反了。はい、この動作も直刺と反了という動作はそんなに難しいではないんですが、多分難しいところは反了から回すっていう動作が難しいです。はい、もう一回見てください。反了の次に肘ちょっと右の肘ちょっと曲げて、ちょっと曲げて内側から回します。はい、これをちょっと難しいと思いますので、はい、ぜひ皆さん家でも練習してみてください。バイバイ。